はいどうもこんにちは。この動画では私の作成したロゴやテキストを使ったモーショングラフィックスのアイデアの出し方からアニメーションで使える6つのテクニックをご紹介していきます。以前ご紹介したモーショングラフィックスのテクニックに加えて今回はアイデアやイメージ画像も見せていきますので、ぜひとも受注をするときや作品を作るときに参考にしてみてください。それでは早速本編を見ていきましょう。アクションということで、まずはアイデアの部分ですが、今回はネット上でお仕事を受注する人を対象にしたときにテーマを考えたら輪廻と解脱ということを思いつきました。つまり仕事が始まり終わったと思ったらまた仕事、それを輪廻転生になぞらえたときに自分の好きなことや得意なことを見つけ出すことで比較される世界から解脱できる、そういったような考え方です。私の場合はテーマを決めるときに何か別の世界に置き換えることがあります。そうしたら次はデザインの案を決めていきますが、ここは箇条書きで輪廻と解脱から思い浮かんだことを書いていきます。これらがイラスト化した時に使えそうですね。そうしたら次はこの箇条書きしたことをイラスト化していきます。今回は Adobe Illustrator を使っていきましたが、紙に書く方がやりやすいこともありますので、お好きなやり方をしていってください。箇条書きにしたことをイラストにするときに動きがつながるように、ある程度の関連性や連想ゲームのように動きを作っていくといいかもしれません。色や形でもいいですし、動きが似ているものでもいいので、とりあえず適当に描いておきます。ちなみに今回は色は Adobe Color とかを使ってちょうどいいコントラストになるように選んでおきました。そうしたら続いては After Effects で編集をしていきましょう。とりあえず参考になるように After Effects に Illustrator ファイルを挿入しておきます。そうしたらまず最初は新規平面レイヤーを作成しておいてから、色はこちらの灰色っぽいやつを選択していきます。ということで準備ができたところで、早速モーショングラフィックスに使える6つの基本的なテクニックをご紹介していきますので、いい感じに組み合わせていってください。1つ目はパスのトリミングです。ペンツールで線を描いておきましょう。線の色は白にしておいてから、塗りの色はなしにしておきます。そして画面の中央に配置されるように整列から中央揃えに変更しておきます。シェイプレイヤーを開いておき、コンテンツの横の追加からパスのトリミングというのを選択します。そしてメニューを開いておいてから、ここで終了点を0に下げておきましょう。終了点と開始点の両方にキーフレームのチェックを入れておいて、今回は10フレームほど進めておきます。そうしたら今度は終了点と開始点の数値を 100% に上げていきましょう。そうしたら終了点の方を1フレームだけ右に動かしておきます。すると線が右に動いて消えるようになりました。これは直線運動ですね。このキーフレームすべてに対して F9 キーで Easy Ease を適用することで線の動きの最初と最後で緩やかになります。キーフレームの間隔を狭くすると、もちろん線の動くスピードも速くなっていきますね。これが一つ目の方法です。ビームみたいにして使うこともできます。とりあえずレイヤーはここでカットをしておきましょう。そうしたら続いて二つ目の方法ですが、リピーターを使っていきます。リピーターを使うことで一つのシェイプを一気にコピーできる影分身の術を使えるようになります。ということで、何も選択していない状態で上のシェイプツールから楕円形ツールを選択しておきます。これをダブルクリックすると画面の中に楕円のシェイプが登場しました。今回は線の色はなしにしておいて、塗りの色を白に指定します。そうしたらこのシェイプレイヤーの楕円形パスを開いておきましょう。ここでサイズのチェックを外しておき、縦と横を同じ数値に変更しておいてから再びチェックを入れておきます。この状態でサイズを20とかに変更しておくと、めっちゃちっちゃい丸が出来上がります。今回はこれをナルトの駆動玉のようにいっぱい複製していきます。ということで、またまた追加からリピーターを選択しておきましょう。そしてリピーターを開いておいて、ここでまずはコピー数を6くらいに上げておきます。すると玉が増えました。位置がもともと100になっておりますので、これを0にしておきましょう。そしたらこの丸い6つの玉を均等に広げていきたいので、回転のところから360÷6という風に記載しておいて、均等な数値60度に設定しておきます。ここまで準備ができたら、リピーターではなく楕円形パスの方にある位置の Y 軸を動かしていくことで、玉が中央から広がるようにすることができます。ということなので、この位置にもキーフレームを打っておいてから、10フレームのところあたりで Y の数値を動かして玉を広げていきましょうか。すると当然広がるように動きますね。このキーフレームも2つとも選択しておいて、これまた F9 で Easy Ease にしていくのですが、ここでグラフエディターというものを表示していきます。今現在は速度グラフというものを開いておりますが、これは速度をグラフで表したものなので、見ての通り最初は速度が遅く、途中で速度が速くなり、最後は速度が遅くなって止まるようになっています。
このグラフのハンドルを動かしていくことで速度の変化を調整できますので、最初の方で速度が素早く動くように黄色いハンドルを左の方向に動かしていきましょう。すると最初がスピーディーな爆発感のある動きをするようになりました。他にも例えばこのキーフレームの途中にさらにキーフレームを打っておいてから一番最後のキーフレームをかなり後ろにずらしていくことで爆発した後に若干動いているような感じにもすることができたりします。そして花火のように消えていくようにするためにサイズのところにもキーフレームを打っておきまして、そしてサイズを徐々に小さくするようにしておくことで爆発してから徐々に消えていく動きも出来上がります。さあ、これで2つ目のモーショングラフィックスは OK。 基本的にこういった感じで複数の動きを組み合わせていくことで何らかの表現を作ることができます。なので1つ目と2つ目を組み合わせていくとこんな感じでレーザーで爆発みたいな、そんなエフェクトを作ることができます。組み合わせを見ていきながら、例えば回転を加えたいなとか考えたら、その都度アレンジしてみるといいかもしれません。そうしたら続いては円の広がる動きを作っていきます。これまた実写に加えるとなかなかかっこいい映像にもなりますし、簡単なので覚えておきましょう。楕円形シェイプをまたまたダブルクリックしておいて画面の中に楕円を登場させます。今回は塗りの色はなしにしておいて線の色を白にしておきましょう。そしたらこれもサイズのところから円になるように数値を調整しておきます。そしたら爆発が開始するところでサイズを0にしておいてからキーフレームを打っておきます。続いては線幅のところにキーフレームを打っていきましょう。この線幅の数値は最初は大きく50ほどにしておきます。インジゲーターを進めておいてからサイズを大きくして円を広げておきましょう。線幅の数値は0にしておいて徐々に線が細くなって消えていくようにするといい感じですね。こうすることで円が広がるに従って線幅がどんどん消えていくショックウェーブや衝撃波のような動きを作ることができるようになります。そうしたらこれもまた速度編集グラフのところを開いておいてから速度が最初のところで素早くなるようにハンドルを動かして調整しておきましょうか。さあ、これで爆発の演出としてまた一つ新たなページに冒険譚が刻まれました。そうしたら4つ目のテクニックとして今度はシェイプをプルンプルンと揺らしていく方法を見ていきます。これはまた先ほどと同様の手順で円をまた作っておきます。そしたらこの円を作画崩壊させてプルンプルン天国させていきたいのですが、その前に今回はパペットピンツールを使っていきます。パペットピンツールで円の中心の直線上に3つほどピンを打っていきます。キーボード U を押すことで今打ったピンのキーフレームが表示されます。これを動かすことで円をプルンプルン天国にしていくことができます。タイミングを見てから3フレームほど進めておいてから、ここで打っておいた端っこのピンだけを右方向に動かしていきます。あとはこれを左にも同様にやるだけでプルンプルンするようになります。このプルンプルンバインの動きは以前も解説したので割愛します。キーフレームに対して全てを選択しておいてから F9 キーを押して動きを滑らかにしておきましょう。さあ、これで左から何かが来てるものを右へ受け流してプルンプルンできました。続いて5つ目のテクニックは動きに対してスプラッシュするシェイプたちです。エメラルドスプラッシュみたいなものです。ということで今回はお好きなシェイプを選択していきましょう。僕はおにぎりが好きなので多角形ツールを選ぶよ。シェイプレイヤーから多角形パスを開いておいて頂点の数を3にすることで白飯のおにぎりが出来上がります。ここで外半径の数値を下げて小さくしておきます。ソロレイヤーをオンにすると個別に確認できるのでとても便利です。そうしたら早速動きをつけたいところで1のキーフレームを入れておきましょう。もう一丁回転のキーフレームにもチェックを入れておきます。そうしたら今回は1秒くらい進めておいて1の数値を変更することで三角形が移動します。また回転の数値も上げておくとおむすびコロリンチョです。このキーフレームたちはおなじみの F9 キーで Easy Ease にしておいて、速度編集グラフで最初の方で速度が速くなるようにしておきましょう。さあ、すると勢いよく転がり上がったおにぎりの動きが出来上がりました。そしてダイエット中ということで最終的にはおにぎりは不透明度で消し去っていきましょう。するときらめくおにぎり流れ星、略しておにぎれ星。基本的にはこれを何個も作ればいいのですが、すでに動きは出来ているので複製してこの動きを使い回すことができます。複製したシェイプレイヤーはコンテンツを開いておいてからここで多角形のところを削除しておきましょう。そうしたら追加のところから新しく楕円形というのを選択することができますので、これを選択すると楕円形にすることができます。その都度塗りが必要であれば塗りも追加しておく必要があります。位置も画面内に表示された点みたいなのをドラッグしていくことで飛んでいく方向が変わりますね。他にもパスを追加して十字のシェイプを作ったりといろいろと遊んでみてはいかがでしょうか。
これもテキストを追加した時や先ほどのプルンプルンの丸のモーショングラフィックスに追加するだけでなかなか面白い動きをするようになっていたりします。そしたら最後のテクニックですが、 3D を使ったモーショングラフィックスを作っていきます。ただしこれはプラグインを使ったやり方です。レッドジャイアントのトラップコードの中の 3D ストロークというものを使っていくのですが、なんと学生であればかなり安く利用できるという噂もあります。ということで早速使っていきますが、新規平面レイヤーを作成しておいてからここにエフェクトから 3D ストロークというのを適用していきます。ここで楕円形ツールとかをダブルクリックしておいてマスクを作っておくと立体的な楕円を簡単に作っていくこともできるのですが、 3D ストロークの中にはプリセットがあらかじめ準備されておりますので、プリセッツのところでベーシックサークルというのを選択して円を作っておきましょう。そしたらトランスフォームの項目を開いておいて、ここでローテーションとついている項目の数値を動かしていくことで円の方向を変えることができます。 3D なのでどんな方向でも自由に向きを変えることができますね。今回は横の動きだったので Y ローテーションの数値を動かしていって横向きにしておきます。そして爆発の動きを作りたいところで XY ポジションにキーフレームを入れておきましょう。そして動きに合わせて XY ポジションから若干右の方向に輪っかを動かしておきます。さらにこれも先ほど説明した円のやつと同じで、 Thickness というところにキーフレームのチェックを入れておいてから徐々に線の幅が小さくなるようにしていくことで次第に線が消えていくように見せることができます。ここでレイヤーはカットをしておきましょうか。速度グラフの編集でこれも前半でスピードが速くなるようにしておきます。あとはスケールなんかを使ってサイズを小さくしておけば立体的な輪っかの出来上がりです。さあこれで以上なのですが、これらの内容を踏まえた上で一番最初にお見せした映像ファイルをゆっくりと流して解説していきましょう。するとどのようにして作ったかが意外とわかるようになってきたのではないでしょうか。こんな感じで気になった映像をワンフレームずつ確認してみると新たな発見があるかもしれません。今回お伝えした内容だけでもオープニング映像やインフォグラフィックスなどにも活用できますので、ぜひとも真似してみてください。それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。